炭治郎役花江夏樹です。そしてこんにちは、アラツマ善逸役下野ひろです。イエーイイエーイ、さあイエーイ始まったぞさあ鬼滅ラジオ始まりましたよ下野さん。そうですね、この番組はね、テレビアニメ鬼滅の刃の魅力をリスナーの皆さんと共に熱く語り合う血風剣劇冒険ラジオです。はい、ちょっと待ってください。待って楽しいですね花江くん、待って来ましたよ。待ってよ、鬼滅ラジオ、いや鬼滅ラジオ、いや待って花江くん、何ですか。何ですかね、トップが早い。トップが早いよ。いや。このテンションで行くの？僕はね、楽しみにしてたんですよ。いや、楽しみにしてたのはわかるけども。鬼滅ラジオが始まるのと、あとは下野さんと一緒にラジオをするのが、そうだね。楽しみでしょうがなかった。そうですね。だから本当にワクワクしながらね、このスタジオまで足を運んできたんですよ。ねえ、下野さん。そうだね。下野さんもそうですよね。そうだね。俺はもう、ね、本当に。大丈夫そのテンション。いや、大丈夫ですよ。もう、そうか。楽しくてしょうがないです。いやー、それはよかったぜ。だって、鬼滅ラジオですよ。そうだね、鬼滅ラジオだもんね。あの鬼滅の刃のラジオですからね。本当に。うん、俺今もうなんかよくわかんない汗急に吹き始めてるけど、大丈夫これ。本当に。いやでも。2人でラジオするのね、結構久しぶりですよね。かなりぶりだね。しかもこうやってなんかレギュラーで、やるの初めてだもんね。パーソナリティーったら初めてですよね。ねえ。いやー、本当に。いや。僕はしもろさんに対して、ラジオのしもろさんに絶対的信頼を置いてるんですよ。なんでだよ。いやもうしもろさん。どうしてだよ。打てば響く。もう何でも返してくれる、そんな先輩いないですよ。そんなことない よ。いっぱいいるさ、いっぱいいる。でも本当に嬉しい限りですよ、はい、ね。いや俺だから鬼滅ラジオって聞いてたからさ、はいはいはい、本当はねずことやるでしょ。ああ、確かにね。じゃないんだなっていうね。普通で言うならばねずことやるんですけど、うん、そうですね。僕は下野さんという。いやもう鬼滅で言えばまあやっぱね、善逸役の私なのかしらっていうね。そうですよね。だって伊之助来ちゃったらもうずっともう、ね、そうだね。ちょっとすんませんね、スタジオ壊れちゃいますから。そうだね、ここはやっぱ善逸がね、一番バランス的にはいいのかなっていうことなんでしょうね。そういうことなんでしょうね、そういうことにしときましょう、スケジュールがきっとあったんでしょう。そうですねさあということで、はい、2月18日にね、いろんな情報が解禁になりましたけど、はい、テレビアニメに先駆けてまずはね、ラジオの配信がスタートしたということで、はい、まあ、どんなラジオ番組にしていきたいか、ちょっとまあ初回なんでね。そうだね、我々のこう野望的なものをね、いやちゃんと伝えていかなきゃいけないと思いますけど、そうですね、まあ私的にはそうですね、楽しいラジオにしたいです。イエーイ、楽しいのが全て。イエーイ、これ何時から配信されるやつなのかしらね。わかんないっす。これ大丈夫かしらね。まあこれね、朝からこう聞かないでほしいですね。そうだね、朝から聞くのは多分しんどいと思うだろうなっていうね、うん、そういう気がしますけれどもね、楽しいラジオにしたい。いや、していきたいね。その心は